シャープシャープ製のスマートフォ,ームアフォーン,フンク、SH、アクオスフォームソフトバンク 206SH アクオスフォーム XX206SH はシャープによって開発されたソフトバンクモバイルの第3.9世代移動通信システム端末であるソフトバンクスマートフォンシリーズの一つ OS は Android 4.2を搭載している 203SH の後継機種でありワンセグ放送に加え フルハイビジョンのフルセグ放送の受信、録画に対応した。仙台機種と異なり、イグゾー液晶は搭載していない。これは、当時、5インチフル HD のイグゾーを量産するのは、難しいなどといった理由のため搭載が見送られた、ためである。代わりに、S クグシリキン液晶システムという省エネタイプの液晶を搭載している。また、3 0ペア m a h の大容量 2 0 3 s h に搭載されていたクイック起動キーは本機種には備えていない。アクオスフォーンシリーズとしては初のキャップレス防水にも対応した。ただし、防塵には非対応である。また、シムカードスロットにはキャップがかぶせられている。デザイン面では2 0 3 s h に比べて丸みを帯びた形状となっている。バッテリーは内蔵式であり。 ユーザーによるバッテリー取り外しは不可。他社兄弟機種と異なり、こちらは完全にメーカー郵送での対応となる。バッテリー交換費用は一律2万1000円。安心保証パック加入で5250円へ減額あり。本機種の最大の特徴であるフルセグへの対応は業界初となる。フルセグ対応に際して、 シャープによると、以前から綺麗な画質でテレビを視聴したいという客のニーズはあったという。スマートフォン上でもフルセグを視聴できる企画が整備されたため、今回搭載された。視聴にあたっては、本来では、地上デジタル放送の視聴には B、CAS カードが必要であるところを、ソフトウェア上の仕組みにより B、CAS カードを必要とせずとも、 スマートフォンでのフルセグ画視聴が可能となった。それによりこれまでのワンセグ画質からフルセグ画質へと画質は大幅に向上した。本体同梱品として、卓上ホルダーと TEB アンテナ入力用マイクロ USB 変換ケーブルが付属し、卓上ホルダーや TEB アンテナ入力用マイクロ USB 変換ケーブルの使用により、自宅など TEB 用のアンテナ端子に接続することで、 より安定したフルセグの主張や録画が楽しめる。ありがとうございます。